中村拓海の正確な右足から小川の落とし、近藤が上がってくることを待って信じて出したボールに追いつくか、追いついた、そしてかわすかスライディングで、いい形での奈良の対応でした。井上、近藤、カプリーニ、近藤、小川航基、開きながら下がる、グラウンダーで入れていきました。坂本切り返して小川がいますが、触ったのは長石、近藤も上がっています。さあ中村拓海、右足ではダイレクトに入れる、うん、そうすると小川が待っている、跳ね返したのは奈良、追い返るのがボリフェイス。オーダーは井上志音の上がりもあるが、ここも入れた、カプリーニが中にいます。いや、いいんじゃないですかね、はい、はい、もう少しやっぱりアクション欲しいですね。カプリーニフリー、 いいスペースに出した、スライディング奈良、よく足伸びましたね、はい、ここ通ったら危険と感じていたキャプテンは5枚ているなら